果たしてまいる。可否から援軍。槍部隊三部隊多いな。孫策来たか。孫策手強い。これは厳しい戦いになる。清涼の志士たちよ、金馬町剣山、我らも将軍に続け。馬鉄、お任せください、お任せください、お任せください。前に布陣しよう。承知した、承知した。味方部隊が銃を制圧しました。任せときな。かしこまりました、かしこまった。動きなし。お、敵の施設は被害を受けているな。かしこまりました。おそらく一気に撃って出てくると思うんだが、強化陣には敵へなし。兵を二手に分けるか。馬隊、宝徳、馬長、候補数、弓隊前へ。この橋を馬鉄と陸村で押さえておいて。承知した、かしこまった。残りは全軍兵法陣を目指していく。かしこまった、お任せください、お任せやれ。36万対18万、兵の上では圧倒的に有利。承知した、かしこまった。女性の強襲、全軍猛攻。来たか董卓、馬長強襲。騎軍兵撃、よし、両も攻防一体。長飛隊は一旦下がる。味方の本陣には14万の兵がいる。何度でも復活できるぞ。よし、馬長下がる。よし、一旦全軍下がる。報徳隊も下がっているか。そうか、森だからなかなか身動きが取れんのか。敵はたった2万しか失ってないな。かしこまった。両党の突破。承知した。よし、馬長戻るぞ。報徳逃げ切った。お任せください。かしこまった。任せやれ。承知した。かしこまった。馬鉄隊か。よし、馬長出撃。報徳は5000の兵で迎撃する。弓隊は孫策隊を狙っていく。置いてますます盛ん。
しこまった。さあいいね、馬上強襲。誰にも止められん。後方世帯は工事に向かおう。孫策を撃破した後、孫策対防御力249、とんでもない、とんでもない防御力だな。増派対馬長、まずは地で一本、様子を見るか。天、相手に取られる。よし、天の必殺行こう。最後の一本、地の必殺でいってみようか。もらった増派、敵将増派破った。よし、孫権対撃破。孫策か。長江軍秘策発動、治癒の策。相変わらず使ってくるな。孫策がまた復活した。馬長がやられた。よし、孫策撃破。続いて狙うのは義援だ。調子対策がない。両層は何だ。よし、馬隊出撃、いけるぞ。張飛、義援に向かってくれ。義援の猛攻。よし、交互一体。両も防御強化は今はまだだな。コーチは置いてますます盛ん。リクソンも向かってるな。馬鉄隊が苦戦。候補数増派に向かってるか。よし、そのまま両党に。報徳いける。義援隊も撃破。味方部隊が陣を制圧しました。取られたか。承知した。よし、全軍で董卓を叩こう。お任せください。してやられたか。捕らえきれるかな董卓。ダメか。その兵法陣に向かう。馬長も出撃か。ここは引くぞ。敵が撃って出る前に、騎兵はそのまま行けるかな。お任せください。お任せください。かしこまりました。城門の中に封じ込めるか。まだいたか。女性の21000。敵はまだ54000ほどいたか。諸葛金か。撃破しよう。馬長は挙手、報徳も猛攻。
まずは交差点を狙っていこう。撃てるか。よし、撃破。行くぞ、兵法陣に向かって。お任せください。もう回り込んでは来ないと思うんだが。よし、女性だ。次はお任せください。一旦引くぞ。馬鉄退却。兵法陣には残り3万。両方隊のかなりのダメージを食らったな。女性退却。捕獲の策を使うのを全く忘れていた。諸葛金か。家計はなかなか厳しいな。こぼって見せる時ぞ。猛攻置いてますよ。盛ん上腕突破。さあ和道軍なだれ込む。最後城内に残るのは3部隊。今こそリクソンの家系だな。私の読み通りです。してやられたか。やられたか。よし、本陣陥落。ゾウハ捕獲。総巡勢が東屯勢の討伐に向かった。東屯勢4万。結構前線したが敗れた。幽壁が逃げる。馬鉄のおかげで仕事がはかどった。うまくお互いの力を発揮できたようですな。兄弟ですからね。ん？樹春の兵力が38000。あれ？そうか、これだけ兵力を使ったのか。将兵8万。長江は一度現役42名勧告をしたいですね。炎章勝敗は何都市だ。医療都市。いいね。製造所、市場。何にもないな。求人書、巡察局、弊社。あとはいいかな。あれ、何か配置できるようだな。創建風習。まあいいか。弓兵防御レベル4、稲子発生。これはうわー、慶州か。
光害が逃げる。お、シュート。元同僚だったかな。韓国見込みなしか。必要新書、貢ぎ物。必要新書がちょっと上げてみて。今後も良好な関係を築きたく。韓国見込みなし、まあ、やってみよう。我らの力の差は明白。戦乱を終え民を休んじるため東方に降伏してくださる。くだらぬ、降伏しないか。龍拳来てくれた。ならばやむえんな。馬頭軍団で討伐する。風州、馬頭、玄関、関東、文平、総剣、貢献だな。関東殿には待ってもらうか。毛達、風州が投石機、騎兵は1部隊、弓が3部隊。うん、総剣は騎兵。弓が多いような気がするが、文平に今回は留守番をしてもらおうか。風州の槍部隊は向かいましょう。ゴー。やさ、勝敗に配属をして増築。重臣には周囲がいるか。宝生殿、受信に行ってもらおう。急に向かいます。で、求人書、こちらに武将登用。周囲を味方に引き入れてくだされ。長江軍はもう滅びる。勝敗、よし、ゴー。馬頭勢、長江軍の下辺に進攻を開始。弓隊は多かったからな。甲虫馬隊で行こう。これぐらいでいいという判断か。馬頭勢は兵糧46万、全軍で攻めていいでしょう。行くぞ。曹操から援軍が出陣。援軍は遺跡の1600。さあ長江最後の戦い。金馬将剣山、我らも将軍に続け。お任せください。かしこまりました。承知した。お任せあれ。
打って出るかな。動きなし。よし、馬長馬隊総研候補数毛達向かう。兵法陣だ。風習はこの位置。任せやれ。かしこまった。いたか。行くぞ。合流しよう。馬頭前。さあ行くぞ。置いてますます。左官は使わなくていいの。孫作隊が本当に強いな。よし、馬頭で引こうか。あ、馬長がまずい。さあ別動隊が敵の裏をつくが、馬隊と候補数が囲まれた。しまったな。抜け出ることができない。かっこ撃破されてしまっている。馬隊がやられた。馬頭勢は一旦引く。よし、置いてますます盛ん。風習隊到着。全攻撃強化。馬隊は完全に囲まれてる。総軍剣士。馬隊退却。よし、報徳。孫策が本当に手強い。玄関置いてますます盛ん。報徳隊はあちらの援軍に向かおう。馬長強襲はいけない。孫策撃破。やばい。貢献はまだ戦ってる。踏ん張ってくれてる。あと出撃可能。また治癒の策やってくれるな。よし、貢献。東卓隊を撃破する。孫策が復活してる。よし、敵に構うな。まずは下の部隊の救援に向かう。高順隊が引いていったな。孫策は残り370機。惜しまず使うか。埋伏の毒。よし、
孫策捕らえたり、必殺の覚悟、どこからでもかかってこい。宝徳対女性、これもまた面白いな。陣の必殺でやってみるか。いった、天。これは負ける。陣、うまくいった。4号目、天で行く。これは返される。お、相打ちか。女性に一騎打ちで勝利。何をやってるんだ。双剣部隊、遺跡部隊、よし。女性は追いかけろ。宝徳、女性を追いかけるのだ。馬長も同じく。双剣風習、本陣近くで待機。後陣が戻ってきた。後陣の突破だな今のは。この辺りまで行くか。風習はここを北上して敵がいないかどうか確認。よし、後陣撃破。城門に向かう。かしこまりました。かしこまった。任せやれ。残りの敵は3部隊、東卓、義援。義援がここに来たらまずいな。よし、もうこう。義援は城壁の上にいる。よし、風習向かうか。総軍剣士、埋伏の毒、兵撃封印。よし、風習タイム到着。城門突破。城内には義援部隊のみ。さあ行くぞ。最後の抵抗。お、東卓が戻ってきた。来てたのか。よし、槍部隊、風習貢献。もう一丁、兵撃封印。俺でも食らえ。猛攻、宝徳。東卓の全軍猛攻。ならもうこの兵力差、まず義援を撃破。義援捕らえたり。東卓、
捕らえたり。光純が撃って出てきたか。だがすぐに本陣に引き返す。光純は捕縛、露宿。終わったか。俺は結構いるのでは。やはり李光の弓など4個の名品を発見。これも長かった。そんなに多くないな。劉備の一門がほとんどか。巨匠の鎮刀、早軍の士官、ガサイ。いやー、武将登用しよう。承知いたしました。自身でも、武将登用しよう。着手します。いや、長かったなこれ。長江軍滅亡。忘れませぬ。求人書をたくさん立てないと。空き地は一つ。忘れないうちに求人書を立てると思いきや、市場がいい都市だなここは。まあだが二つ潰そう今は。求人書の方が必要だもんな。かしこまった。求人書一つだけかな。あと一個作りたいな。弊社巡察局、市場。この市場、あ、製造所。製造所を求人書にしよう。築城術の失われた技術が、まあ、やむをえん今は人材だ。残りの勢力は炎章、曹操、そして馬頭。洛陽には孫権、陳留には主官、長領かな。で、馬長、馬頭。序南には馬級軍団がいるので、これもどこか方面に向かわすことができますね。可否、そうですね、勝敗に向かわせてまず牧羊を狙っていきましょう。はい、では長江軍を滅ぼすことに成功しました。今夜はこの辺で失礼させていただきます。ご視聴どうもありがとうございました。おやすみなさい。